ドラドラ野球 TV です。皆様今日もお疲れ様です。今回は2024年中日ドラゴンズ野手陣41人について今年の見どころを語っていきたいと思います。巷では大型補強と称賛されるドラゴンズバッター陣は2024年こそ打ちまくるのか、ポイントとなる選手はなどなど、ファン目線で41人を見ていきたいと思います。皆様の期待する野手もぜひコメントくださいませ。早速本編行ってみましょう。それでは行ってみよう。レッツラゴー。ドヤドヤ。さあまずはキャッチャーから見ていきましょう。ちなみに名前が緑の選手は昨年新加入、赤色は今季新加入の選手です。今シーズンの注目はレギュラー木下選手が今季 FA 権を獲得するのが確実な中、その後釜候補は誰になるのかではないでしょうか。ファンの期待の大きさ、そして世代的にも第一候補は石橋選手と予想します。毎年何かしら怪我をして戦列を離れることが多かったジャガこと石橋選手ですが、昨年はそういった離脱もなくキャリアハイの39試合出場。石橋選手はバッターボックスに立つと長打を打ってくれるんではと期待が持てます。今年木下選手にレギュラー争いを挑んでほしいですね。そして受けて立つのは不動のレギュラー木下拓也。今季初頭にも国内 FA 権を取得する状況で、昨年オフの契約更改では複数年契約を誇示し、単年契約と聞くと FA しちゃうのと勘違いしちゃいますが、 FA をしないにしても年俸を上げるために単年契約というのはよくあること。どちらにしろ勝負の1年2年連続最下位チームのキャッチャーなどと言われる汚名返上をしてほしいです。そして起用法が気になるのは昨年トレード加入の宇佐美選手。特筆すべきはやはり打撃での貢献。サヨナラホームランも鮮烈でしたが、チーム内で100打席以上打った打者の中で OPS は細川選手に次ぐ好成績を残しています。しかも貴重な左バッターということで大変心強い存在。また昨年のドラフトでは大卒か社会人のキャッチャー獲得を予想しましたが、予想外の高卒1年目の独立リーガー日渡選手を育成で獲得し、今季は同世代の宮山浅2選手との熱いライバル対決もファーム中心に見られそう。宮選手は昨年バッティングが開花しつつあったので、そこに大いに期待。ルーキーだった山浅選手ですが、昨年は中日ファームで最も起用されました。起用法から見ると次世代の正捕手と期待されている感じがしますね。プロレベルの技術、そして体力に戸惑ったことと思いますが、今年もメインで起用されるのではないでしょうか。昨年ロッテから復帰の加藤拓磨選手、昨年は開幕1軍ながら10打席のみ。本人が強い思いを持つ大野雄大投手とのバッテリーで勝ち試合を演出してほしいですね。生き残るにはロッテ時代のようにコンビを組める投手を作ることではないでしょうか。ロッテで優勝争いをした経験は必ず生きるはずです。続いては打線の中心一塁三塁について、なんといっても今季最大の注目、そして最大のキーマンと考えられているのが新加入の中田翔選手でしょう。今年の中日の命運を握っている中田選手が起用されるであろうポジションはファーストで確定だと思います。ビシエド選手との併用で外野やサードで中田起用なんて声も聞こえてきますが、膝に爆弾を抱えている状況を考えると負担の少ないファーストでの起用が現実的でしょう。一方サードは石川昂弥選手が第一候補。中田選手、石川選手、それぞれ経験の差はありますが、期待と課題は共通しています。期待は中日が他球団に大きく溝を開けられているファーストとサードの打力アップを2人に期待するほかありません。目安は出塁率と長打率を足した得点貢献指標 OPS が800を超えてもらいたい。2人がシーズン通してこの数字を残せたら間違いなく優勝争いできるはずです。課題というか心配はやはり故障、長期離脱になってしまったら元も子もないので絶対予防してほしいですね。そして他の4選手は控えの立場になると思います。特にビシエド選手、周平選手は客観的に見ても今年正念場のところまで追い込まれています。個人的には中田選手、石川選手の怪我が心配なので、それぞれビシエド選手、周平選手を併用してほしいのが願いですが、立浪監督の発言から見るとビシエド選手、周平選手がスタメン起用されるのは代打で結果を残すことが前提の雰囲気ですね。ドラゴンズファンとしては2人がこのまま終わってほしくないし、終わるわけないと信じたい。使わざるを得ないように調子を上げてきてほしいですね。そして代打の切り札としてその経験を買われ獲得された中島選手、開幕早々に大記録である1000打点を決めてくれるでしょうか。めちゃめちゃ楽しみです。そしてこちらに入れたカリステ選手、昨季後半はショートでの起用が多かったのですが、今季はどのポジションでも便利屋として起用されそうなカリステ選手、後半戦には日本野球に対応し始めていましたね。
もしかしたら今年のキーマンになるかもしれないカリステ選手が覚醒するんじゃないかと密かに期待しているファンも多いのではないでしょうか。どやどや。続いては注目の若手が集まる二遊間選手たちです。昨年は多くの選手が入れ替わりしたセカンドとショートのポジション、しかしながら全く固定できる気配がない大変心配な二遊間でもあります。その中でファンの期待を一身に集めている印象なのが田中選手。中日スカウト的にはドラフト1位級と評価されていた大学球界屈指の守備と足を持つファイター。大学時代に大病を患い、プロ入り1年目の昨季もオープン戦で肩の脱臼をし1年リハビリとなったわけですが、多くのファンが田中選手の活躍を期待しています。これはやはり昨季主力で起用され続けた村松、福永亮選手の成績を見ての田中選手への期待になっているんだろうと推測します。この状況は2人も少なからず理解しているはず。1年使われ現在のレベルが露呈され不甲斐ない結果に終わったのは事実、プロですので厳しく発言しています。しかしアマ時代の彼らからしたらまだまだここから。しかし昨年のように成績を残せなくても使われ続けることは今年はないでしょう。まさにサバイバル。そのサバイバルを本格化させていく要因は昨年ドラフトで2位3位指名された津田、辻本の両選手、スピードが武器の津田選手に対し、辻本選手は小柄ながらがっちりした体型から繰り出すバッティングは見どころがあります。ドラフトファン的には田中幹也選手とキャラの被る辻本選手は中日とは縁がないと思っていましたが、個人的にはプロでどこまでやれるのか本当に期待しています。いずれの選手も開幕までに故障してしまったら今季なかなかチャンスは回ってこないことが予想されますので、怪我だけには気をつけてほしい。そして津田選手の獲得によって尻に火がつくしかないのが今季高卒4年目になる同級生のリューク選手でしょう。高校時代から世代屈指のショートと絶賛された華麗な守備とその芸術的なスローイングはプロでも健在。課題は打撃、そして1年乗り切る体力がまだまだありません。昨年はショートレギュラー、今年の起用はどうなるのか注目です。樋口選手はスピードスターを期待される2年目、しかし同系の選手も多い中ランナーとして絶対的な地位を確保しないといけない1年になります。そんな若手ひしめく二遊間をバックアップするために獲得されたのが元阪神の山本選手。2022年には準レギュラーで起用された堅実さは健在でしょうか。そして長年中日ファンの期待を集める長距離砲石垣選手、2軍では無双、1軍では変化球に苦戦し続けますが、同世代の細川選手も1年前までそうでした。ガッキーがやれないわけがない。続いてセンター。全ポジションで唯一安泰なのがセンターのポジションではないでしょうか。背番号も1になり一気に竜の中心選手に駆け上がった岡林選手。今年期待されるのはフォアボールと長打のアップでしょうか。厳しいことを言うとセンターは岡林選手で安泰というより岡林選手の打力ではセンター以外厳しいという面もあります。岡林選手の打力、分かりやすい数字で言うと OPS を100以上上げたいのが本音です。昨年岡林選手の OPS が688に対し阪神のセンター近本選手は809を記録しています。そこまでの OPS を出せれば岡林選手をライト、細川選手を守備負担の少ないレフトという起用も可能になるでしょう。そうなる未来、または岡林選手が故障した場合を見据え次のセンター候補育成は急務だとずっと思っています。台頭を期待したいのが三好選手、そして内野からコンバートの浜選手です。三好選手は足が期待されますが個人的には力強いバッティングに期待しています。浜選手は来季2年目、驚異的な足と肩の持ち主でポテンシャルはかなり高い。ベテランの加藤翔平選手、後藤選手も控えに甘んじる気はさらさらないでしょう。しかしキャラの被る2人、お互い違いを見せることはできるでしょうか。そのためにはやはりバッティングでどちらが抜け出るか注目です。どやどや。最後は打撃が求められる両翼の選手です。昨年一気にブレイクしドラゴンズの主砲に駆け上がった細川選手、勝負の2年目、今年昨年と同等の結果を残せれば最高ですし、残してほしいのがファンの願い。ライトは離脱さえなければ細川選手で行くでしょう。そして今年のポジション争いで最も面白そうと感じているのがレフトのポジション。そんな中で2000本安打達成した大島選手だけが唯一計算の立つ選手です。その技術や向上心は今でも圧倒的にチームを引っ張る存在。そんな大島選手に挑む筆頭が大卒3年目のブライト選手でしょう。昨年はファーム、フェニックスリーグ、アジアウィンターリーグという2軍レベルではもうやることがないくらい好成績を残しました。個人的に1年前に期待していたことを彼は実現してくれました。
そして今年こそは真打ち登場と言わんばかりに一軍で大活躍してくれる未来を期待するほかありません。対して同期の鵜飼選手はまだまだ調子の波が心配です。ただチームを一気に変える力を持っているのは鵜飼選手の方でしょう。覚醒が待たれます。そして今年はそこに新加入の選手も2人います。まずは WBC2023 イスラエル代表のディカーソン選手。彼の場合はまさに打撃専門といった感じの選手で、コンタクト重視の中距離型、日本でどれくらいの長打を打てるのかが注目されます。そして中日ファンの期待を集めるのが元ソフトバンクの上林選手。又吉投手の人的保障予想でも中日ファンの人気を集めていた印象で、期待され続けた未完の大器。故障したアキレス腱の状態が心配ですが、上林選手がものになるならば戦力アップは半端ないです。そして昨年加入の川越選手は上林選手とキャラが被ります。昨年はなかなか結果の出しにくい起用でしたが、今年はそれ以上にチャンスが少なそう。代打で結果を出して左の切り札になってくれれば心強いですね。ここまで支配下の選手たちを見てきましたが、その内訳を見ると立浪政権になって多くの選手が入れ替わりました。今年、そして昨年加入した選手の割合はなんと 50% を超えています。勝負の3年目、大きく変わったドラゴンズがどんな戦いをするのか期待されますね。今年は野手陣の育成選手が3人から一気に8人に増えました。日渡り選手は素材枠での獲得なのですが、その長打力に期待です。星野選手と川上選手は同世代のショート。独立リーガーの川上選手は強肩が売り、まだまだ若いので伸びしろを期待されての獲得となりますが、育成の中では星野選手とのライバル構図が明確なので、厳しい二遊間争いに参加できるか注目です。キューバ代表のショートストップのプロスペクトと言われるロドリゲス、外野の長距離砲と言われるモニエル選手のベールが剥がれる日が今か今かと待たれます。福本選手は安定したバッティングはできますが、期待のほか長打が少なく怪我がちな印象。なんとか存在感を発揮してほしい年です。板山選手は阪神戦力外ながら、その身体能力を形にできるのか、井上二軍監督とのコンビに期待。ルーキー小田選手は本人がアピールする盗塁を決めれる選手であることを二軍で証明し、ぜひ一軍の戦力になってほしいですね。その特徴を考えると未来のセンター候補ではないでしょうか。スピードスター候補を毎年のように獲得していますが、なかなか育成できていない印象です。球団にはその部分の原因解明もしてほしいですね。今回は2024年ドラゴンズ野手陣41人を見てきましたが、とにかく今年のドラゴンズスタメン陣に求められるのはバッティング。それは長打だけでなく、作戦面や四球奪取など確実な攻撃が求められるでしょう。一昨年はバッティングが突き抜ける選手が皆無だったのですが、昨年は細川選手の覚醒、石川選手も一定の成績を残し希望を見せてくれました。そして今年こそは優勝争いをするために新加入選手、若手選手の活躍をファンは願っております。皆様の注目の野手のコメントもお待ちしておりますので、お気軽に書き込んでいってくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね。